大橋通停留場は、高知県高知市本町にある土佐電交通移動線の路面電車停留場。当停留場は1904年5月、土佐電交通の前身である土佐電気鉄道によって、路面電車が開業した当初より存在する停留場である。開業当時は、本町下二丁目停留場と称していたが、1949年以前に、 大橋通停留場へと解消された。大橋通停留場は、井野線の平洋軌道区間にあり、ホームは道路上に設けられている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように、配されている。ただし互いのホームは、交差点を挟んで東西方向にずれて位置しており、東に、張間や橋方面域のホームが、西に、井野方面域のホームがある。 かつては、交差点手前に位置していたが、2010年4月2日より、位置を入れ替える形で、交差点先に移設され、同時にバリアフリー化されている。停留場名にもなっている、大橋通沿いには、高知市の台所とも称される、大橋通商店街が広がっている。鮮魚や生火、惣菜や乾物を扱う商店が軒を連ね、周辺の帯屋町、張間や橋商店街などと合わせて、 県内有数の商店街を構成している。付近には学校も多く立地し、人通りも多い。北へ徒歩5分の距離には広め市場がある。南の鏡川下半には塩井天満宮が鎮座し、その参道前には大橋通の名の由来となった天神大橋がかかっている。ABCD と左伝鉄が走る町根弱28から30ページ。ABCD 土デ電鉄が走る町根尺98.156から158ページ、服部重高、路面電車新時代 LRT への軌跡三回道、2006年、296ページ。ISBN4 から381018168。ABC 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、59から60ページ。 ISBN 978から4から10から79万29から6。上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年。 41.92ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。AB、路面電車は行く高知高知新聞社。1998年、87ページ。ISBN4 から875032684。電車軌道路線図。土砂電交通。2017年5月14日閲覧。ありがとうございます。